はい、お久しぶりです。コロナ禍ですが、海外に行ってきたので、その時の様子をお伝えします。現在、2021年の12月ですが、渡航条件、帰国条件はコロコロ変わると思いますので、本動画では扱いません。今回は、成田空港からエミレーツ航空に乗って、ドバイ経由ミラノを目指します。帰りは公共交通機関が使えないので、成田まではバイクで行きました。実は忘れ物をしてしまって、ターミナルにあるユニクロで買い物をしようかと思っていたのですが、長いことお休みしているみたいでした。自動チェックイン機の台数が増えたように思います。しかし、夜だったんですけれども、ターミナルのデカさに比べて人がいないんです。まるでゴーストタウンか、そうですね、寂れたショッピングモールのような感じで、広い成田のターミナル2ですけれど、10店舗ぐらいしかやっていなかったみたいです。撤退してしまったお店も多いです。飲食店はほとんどやっていませんでした。また成田が賑やかになればいいなと思います。出国手続きを済ませました。書類さえ揃っていれば手続きは簡単でした。もう22時過ぎていたので、エアサイドでは何のお店もやっていません。そして人もいない。これが日本の玄関口かと思うと、ちょっと悲しくなります。やはり需要が少なくなっているんでしょうね。これまでの成田便は2階建ての A380 でしたけど、今回はボーイング 777 になっていました。いよいよ登場です。2年ぶりの国際線です。空席は4分の1といったところです。思ったより乗っている印象。いつものことながらエコノミークラスです。この2年間、LCC しか乗っていないので、エコノミークラスでも広いと感じてしまいました。足が組めちゃう広さです。アメニティのほか、マスクとアルコール消毒ジェルが配られました。機内では、飲食時を除いてマスクをつけていないといけません。離陸に備えて照明がナイトモードに切り替わりました。いよいよ出発です。車輪が地面を離れた瞬間、なぜだかちょっとうるっときてしまいました。今回の旅は準備がちょっと大変だったんです。そのこともあるんでしょうけれども、海外に行けるということが純粋に嬉しかったです。だいたい九州を越えたあたりで1回目の食事になります。メニューはなんだか忘れましたけれど、うまかったです。コロナ禍だからといって、ケチってはいないようです。さすがエミレーツ航空ですね。疲れていたので、この後ぐっすり寝てしまいました。気がつくと、2回目の食事の準備が始まっていました。照明も朝モードになっています。着陸の2時間前といったところです。普通の朝食。成田からドバイまで11時間半ぐらいだったと思います。長旅ですが、飯食って気絶して、飯食ったら着いちゃう感じですね。いつも思うのですが、このドバイの夜景がすごく綺麗で好きです。着陸しました。でもこの時考えていたことは一刻も早く降りたいということでした。他の動画でも言ったことがあるのですけれど、このボーイング777のシートがとにかく硬くてですね、ケツが痛くなってるんですね。適度に運動すればよかったんでしょうけど、ずっと寝てましたんで。はい、というわけで降りました。ドバイの空港は、成田と比較して、すごく賑わってます。コロナ、どこに行っちゃったんでしょうって感じですね。もっとも、この乗り継ぎエリアにいる人たちは、陰性証明書を絶対持ってるはずなので、気休めレベルの安心感はありますね。相変わらず金売ってますね。買えませんけど。みんなマスクをしていることを除けば、いつものドバイの空港という感じでした。4時間半のトランジットでした。はい。ここからは、ドバイからミラノ行きの機内の様子です。ドバイからミラノまでは、7時間半といったところでした。機材はやはりボーイング777でしたけれども、少し古い機体でした。シート周りも日本便に比べるとやはり古さが目立ちます。見ての通り、レッグマージンは狭いです。今回の食事はあらかじめ頼んであったアジアンベジタリアンミールです。要するにカレーです。これが専門店のカレーのように美味しかったです。そうこうしているうちにミラノ上空です。天気は良くありませんでした。ただ、私にとって10年ぶり2回目のイタリアです。なんでイタリアを選んだかというと、この時点でワクチンを打っている日本人であるならば、入国後の行動制限がほとんどなかったからです。あくまで2021年11月の段階ですけれども。早くいちいち行動制限のことなんか考えなくても、どこでも好きなところに行ける世の中になってほしいものです。はい、そんなわけでミラノに着陸しました。20時間以上の長旅でした。この後、何本か動画を作れればと思っています。またお付き合いください。それでは、ご視聴ありがとうございました。